キクロー全整理第22回5つの鉄則。ちょっと確認。そろそろ頭の中の片付けスイッチが入りそうだという人のためにロー全整理の鉄則5つをおさらいします。1、一度に片付けようとしない。頑張りすぎると続きません。腰を痛めて翌日寝込むようでは困ります。何度も申していますが、物の整理をすることは頭の整理、心の整理をすることでもあります。だからそう簡単ではありません。一日に引き出し一段、箱一つ、15分整理をするなど、やりやすい場所や時間を決めて少しずつ進めます。物足りないくらいで良いのです。2、完璧を目指さない。何もかも完璧にしようと思うとそれだけでくたびれそうです。四角い部屋を丸く吐くくらいの気持ちで取り組んでください。3、家族のものには勝手に手を出さない。価値観は夫婦や親子でも違います。たとえ家族でも下手に口を出すとトラブルになるだけ。夫の本や妻の洋服などお互い気になるかもしれませんが、まずは自分のものの整理です。4、片付ける前に収納用具を買わない。片付けようと思ったら即行動しなきゃとホームセンターに行ったり、通販のカタログを広げてこれとこれともう一つあればすっきりすると収納用具を注文しようとしている人はちょっと待ったです。これを買えばタンスから溢れたものがきれいに収まるという発想でなく、不要なものを減らした上で目的に合った収納用具を購入してください。5、使えると使うは違う。物の仕分けをするときに、まだ使えるや、まだ着られるという基準で選ぶとほとんどが残ります。しかし、本当に使うか、本当に着るかをここでじっくり考えてください。使わないもの、着ないものでリサイクルできるものはありませんか？リサイクルや誰かに譲るなら早い方が良いですね。もったいないは使わずに眠らせておくことに加えて、スペースももったいないと考えてください。物を整理し片付けることは今までの人生のもろもろを片付けていくことでもあります。楽しいことばかりではないでしょうが、気負わず無理をせず、マイペースでいきましょう。22回終わります。